前回までのあらすじ、ドイツによる領土拡張政策で緊張が高まる地球に突如、高度な知能を持つ火星人が現れアメリカに侵攻した。火星人は地球人を圧倒的な科学力で蹴散らし、地球最強の国家アメリカはすでに降伏寸前の状態に、地球最大の国家ソ連では内戦が勃発、他の主要国たちも中東で発生しているバイオハザードによって力が低下していた。しかし火星人はアメリカ大陸では勝利を収めていたものの、最大の難所である海には出れず外国への侵攻ができなかった。そこで火星人はコストが大きいが宇宙からの降下作戦を使うことに決定。第1回降下作戦、通称太陽作戦の矛先である国は、地球最強の海軍国家、大英帝国に決定した。というわけでイギリスへの降下作戦は無事完了しました。これよりイギリスの主要都市であるロンドン、バーミンガム、リバプールへの進撃を開始いたします。霊夢くん、一つ朗報だ。どうやらイギリス軍はゾンビ退治のためほとんどの手段は出払っているようだ。うまくいけばイギリス本土を無血で占拠できるかもしれないぞ。部下にそれを知らせれば士気も高まることでしょう。早速進行計画とその情報を降下部隊に伝えておきます。うむ、今日も素晴らしい日だな。アメリカに現れたタコみたいな生物は、海を渡る力はないらしいし、アメリカだけ犠牲になって済みそうだな。タコみたいな生物のくせに海渡れないとか、しかもソ連は内戦で順調に滅びそうだ。共産主義なんてこの地球にはいらないんだよ。さて、それじゃあ中東のゾンビどもを殲滅するために今日も働きますかな。もともと我が国とフランスの西南大変です。モントゴメリー君じゃないか。どうしたそんなに慌てて。首相、一大事です。先ほどイギリス南部のサセックスがあのアメリカに侵攻していた例の宇宙人どもに占拠されました。すでにサセックス周辺の都市は壊滅状態に。しかもサセックスはここ、ロンドンの目と鼻の先、直ちにお逃げください。待て待て、落ち着くんだ。奴らは一体どこから現れたんだ。はい、サセックスに設置してある対空砲を警備していた者たちによれば、遥か上空から突然降下してきたと。ふむ、宇宙からの降下作戦か。まあしかし慌てることはない。直ちにイギリス本土を警備している電子弾を集めろ。いくら奴らが強いとはいえここはイギリス、地の利はこちらにある。それで今イギリス本土にいる総司弾はどれくらいだ。ゼロです。直ちにイギリスに停泊している全艦隊をフランスの海軍基地に送れ。それと速やかに機密文書、航空機を外に運べ。すぐに脱出の準備に取り掛かれ。同船に手配します。というわけで、作戦会議も終わり全部隊、イギリスへの進攻を開始しました。イギリスは大陸に兵を出払っているだろうし、せいぜい5師団程度はいると思ったが、まさかイギリスの人であるロンドンに1師団もいないとは、何かの作戦なのか。首都に守備隊も置かないなんて、普通はありえませんし何かの作戦だと思います。もしくはただのバカだったのか。まあ兵が血を流さないのはいいことだ。大陸に出払ってる兵は本国が落ちても戦うだろうし、後々めんどくさくなるがな。あ、ロンドンを占拠した部隊がイギリスのリーダーである、チャーチルがいる建物をコッパみじんに破壊したようです。なんで我が国の兵はそんなに重要な場所を破壊したがるのだろう。それとその破壊跡を調べたところ、死体が一つもないところからチャーチルは海を渡って逃げたと思われます。リーダーがいち早く逃げた軍にもはや正気はない。急ぎ残りの主要都市を占拠するのだ。報告です。イギリス本土が陥落し、ついにイギリスが降伏いたしました。さらに本国より増援部隊をロンドンに送ると。直ちに全海軍基地に警備隊を送り守りを固めるのだ。おそらく敵は必死に取り返しに来るだろうしな。それとイギリス北部なのですが、何が起きたのかわかりませんが、なぜか汚染されてました。汚染物質を調べればわかると思いますが、おそらくあのゾンビが関連しているものかと。そうか、それで直ちに浄化し完全な占拠下に置くのだ。わかりました。続いて長らく戦闘を続けていた地球最強の国家アメリカがついに降伏いたしました。アメリカとイギリスが降伏したことで地球での戦いはこちらにかなり有利な展開になると思われます。二国は地球のリーダー的存在だからな。しかし海軍は降伏せず徹底抗戦を続けているらしいな。はい、しかし現在急ピッチで研究しておりますので、戦艦等の建造時間も考えて来年の9月頃までには我々も制海権をかけて戦えるでしょう。報告です。例の国旗が似てる国ドイツより不可侵条約を結びたいと使者が来ています。まあこんなの結ぶメリットはありませんし、使者を拷問にかけ使者の腕でも送り返して宣戦布告いたしましょう。いや、これは結んでおこう。え、なぜですか？これより我々はフランスへの侵攻計画を立てるんだ。もしフランスを占拠しドイツ率いる枢軸国が攻めてきたらどうなる？我々の科学力なら問題なく勝てると思うのですが。いや、師団数が少ない以上包囲殲滅される可能性が高い。範囲を狭めれば守りきれるだろうが、あいにく一度占拠した地域を敵に渡すほど間抜けにはなりたくないんでね。なるほど。ではドイツからの使者を送り返すと同時にドイツに代表を送り条約を結ぶよう指示してきます。うむ、頼んだ。それではこれより各地の状況を発表します。まず北アメリカ大陸ですが、ついにカナダが降伏いたしました。あとはアメリカ領土のアラスカを落とせば北アメリカ大陸は完全に我々のものとなります。そして占拠下のイギリス本土では早速敵軍の兵士たちが上陸作戦を仕掛けてきています。主にイギリス指揮下のイギリス軍と植民地と言われる場所から徴兵した兵士を使っているそうです。これを阻止するため一刻も早くフランス、北アイルランドを落とすべきです。そして例のゾンビどもですが、人類どもの活躍でイベリア半島のゾンビは少なくなってきているようです。我々がイベリア半島に侵攻するまでに片付けてもらいたいですね。
そして最も重要な課題はやはり奴らの海軍についてです。アメリカ、イギリスは降伏したものの海軍は無傷の状態で残っています。しかもアメリカは太平洋方面の方が海軍が多いらしいです。太平洋艦隊と大西洋艦隊を合流させるのは非常にまずいと私は思います。ので次なる攻撃目標は、太平洋と大西洋をつなぐ運河、パナマ運河にすべきだと私は進言します。というわけで、霊夢君の言う通りパナマ運河を抑えるため南米への進撃を開始しました。南米は先のゾンビどもとの戦いで軍備を拡張していたらしいが問題はなさそうだ。南米進撃のための21師団は雷撃のごとく進むのだ。無事ホンジュラスを降伏させベネズエラの国境にたどり着きました。すぐさま機動部隊に南下するよう命じましょう。それとパナマ運河が目標でしたが、どうやらベネズエラには石油資源があるらしく、占拠すれば地球人は苦しむと思います。石油は大切な資源だ。火星さんの石油の方が個人的には良いが、まあ現地調達で我慢するしかないか。要は動けば何の問題もありませんから。まあ今はアメリカから取れる資源だけで十分足りるから平気だけどな。それと現在活動中の航空機ですが南米にも飛ばしますか。いや、南米は聞けばインフラが悪いらしいし、爆撃でさらにインフラを悪くすればこちらの進軍が遅くなるだろう。しかも奴らは航空機もそこまで持ってないらしいし、制空権を取られる心配もないだろうしな。わかりました。それと先ほど進撃している部隊よりパナマ運河の封鎖に成功したと。本当か。はい、これで海の問題が一つ減りました。それとアラスカの前で待機させていた部隊に進軍するよう命令しておきました。このアラスカが制圧できれば援軍として新たに部隊を向かわせることができます。このアラスカと南米全土を占拠できれば陸の脅威はなくなるだろうし、早いとこ占拠してくれ。一応言っておきます。ご報告いたします。南米進撃は順調に行き、南米の国家エクアドル、ペルーに宣戦布告いたしました。さて、21師団でどう動こうか。失礼いたします。お呼びでしょうか、マグロさん。うむ、君には重大な場所で指揮を取ってもらうことになった。重大な場所ですか？現在進行中の南米方面ですか？それとも元イギリス本土での防衛任務でしょうか？残念だがどちらも外れだ。これより君には一度宇宙に行ってもらう。宇宙ですか？君には宇宙から降下作戦後の現地での指揮を取ってもらう。わかりました。それで降下場所はどこでしょうか？我々はこれより地球最大の大陸に足を踏み入れるのだ。